タジオに相談に来た長谷川さん。今回は長谷川さんが店長を務めるヨーヨープロショップスピンギアに石井さんが訪れます。こんにちは。今日はですね、先日お話を伺った長谷川さんのお店に、来てみました。ちょっとお邪魔してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。すごいですね。こんだけ用途が詰まってるの見ることなかなかないんですけど。はい。なんかいろいろありますけど、なんか教えてもらっていいですか。どんなの。そうですね。今壁の方にかかってるのが比較的初心者向けのヨーヨーで、一応ブランドごとに。アメリカのブランドがほとんどなんですけど、ヨーヨーのブランドごとに並んでいて、初めての方でもやりやすいものが多くなってますね。で、ここはダンカンっていうアメリカで、一番ヨーヨーの老舗のブランドで、今年86年目のブランドだったり、あとはヨメガっていうこれも人気のあるヨーヨーのブランドですね。で、真ん中ら辺はちょっと初めて始める方のために今何から始めればいいかなっていうのをちょっと絞って置いてある感じですね。あと一番うちのお店で人気があるのがここの高級なヨーヨーを集めてるショーケースというか、手作りなんですけど、1万円前後するアルミニウムの削り出しのヨーヨーたちを集めたコーナーっていう感じになりますね。はい、こういう感じの品揃えで300種類1500点くらいのヨーヨーが常にある感じです。売れ筋とかどの辺だったんですか？売れ筋は今、そうですね、うちのお店に来られる方が、ハイパーヨーヨーとかが結構きっかけになって始める方多いんですけど、ハイパーヨーヨーはすでに持ってるので、そのステップアップしたいというような要望があって、ここら辺のヨーヨーとかですね、4000円くらい、大体4、5000円が一つの目安になってて、紐とヨーヨー合わせて5000円くらい。で、何かいいものありませんかっていうのが多いですね。はい、あとはレベルに合わせておすすめが変わってくるので、やっぱり平日と週末だとどっちが多いですか？そうですね、週末の方がやっぱりどうしても多いですね。あとは週末だと月に1、2回近くの商工会議所を借りて、そのヨーヨーの練習会をやってるので、それに合わせて、そこで100名近くの方がいらっしゃるので、その前後はお店が大変混雑してます。パーツもいろいろありますよね。そうですね。あとうちの店の売りがこの試しぶりができるんですけど、最新のヨーヨー出たばっかりでスペックとか写真だけでどうしても買いづらいんですけど、1万円以上するものなので、お店に来て実際に全部サンプルを触ってみて買えるっていうのがポイントですね。はい。でも大きいのはありますね。そうですね。大きいのは今度紐から離れるタイプの遊び方をするヨーヨーで、はい。さっき紹介したルーピングとバタフライシェイプとはまた違う遊び方で、こう紐から離れる形のヨーヨーになってます。で、紐から離れていろいろな技をして、最後はちゃんとヨーヨーで手に戻る感じですね。はい。こういうのもやっぱり実際に持ってみないとなかなかわからないので、実際お店で触って買っていただけるっていうのが一つ好評をいただいてますね。なので新機種出ると買わないけどとりあえず触りに来るっていうのが多分多くて、もうメッカみたいなものになってますね。そうですね。素晴らしいですね。本当にちっちゃい。じゃあこれする？これがいい？これ色は？色はでも3500円だって。オレンジとピンクに関しては3500円のお買い得になってますね。他のやつは4800円。ここら辺の並び。水色。こんにちは。こんにちは。笑ってます。モスさんに今住んでるの？僕ずっとね左行き屋にいたんですよ。あ、そうなんですか。で、おととし帰ってきたんですけど。そうですか。向こうの小学校に。向こう流行ってるの？ヨーヨーって。学校の友達とかでも最初っていうか、僕はこのヨーヨーが何の意味もないで始めたんだけどさ、ただ好きになって。あ、そうなんだ。これ何買ったの？見せて見せて。なんてやつ？ブラックなんだっけ、ブラックなんでしたっけ。ブラックマジックじゃない。うん、ブラックマジック、ダークマジックじゃなくて違うやつ買ったんですよね。あ、ここにこのまま SFX って書いてある。うん、SFX ですね。なるほどね。これでいろいろ技をやるんだ。うん。どんな技やるの。あ、でも僕は普通なんかインターネットになって僕ね、トリックを習うんだけど、僕はお父さんはスリープしないようでやるから、僕はインターネットで習うから。お父さんからいろいろ教えてもらうの。お友達でね、一人ね、かなりヨーヨーができる子がいて、その子がやってるのを見てすごい刺激を受けて、いろいろできるようになりたいって言ったらね、お父さんがもうちょっといいヨーヨーが必要だねっていうことで、なるほど、今日は来ました。じゃあまた気をつけてアメリカ帰ってね。はい、ありがとうございました。お店を見た石井さん、長谷川さんの悩みを解決するヒントはあったのでしょうか。ああいうアーケードで珍しくですね、3時半ぐらいに通ったんですけども、すごい人が通ってて、でしかも社会人のおじさんもいれば、高校生ぐらいの子もいれば、おじいちゃんおばあちゃんもいてっていう、すごい今時珍しいこうなんか、活性化したアーケードっていうかなんかあるんですごいなと思って、でここの場所もなんか本当になんていうか、お宅の殿堂みたいな、もうこういうお店構えにはもってこいみたいな場所なので。あとは本当このお店ももう自分もヨーヨーってあんまり昔ちょっとやってそれきりなんですけども、なんかこうもう一回なんかちょっとやってみたいなと思うようなお店でですね、非常に楽しかったですね。はい。